お世話になります、ヒトリーでございます。先日色違いピカチュウが期間限定レードで確率アップしていましたね。実際やってみたら相当簡単に捕まえれて、捕まえた人も多いと思います。でピカチュウの鳴き声からしてピカピカと言ってますから、もう色違いピカチュウで野良交換してくれと言ってるようなもんですよね。ピカピカと鳴く生物を出すわけですから、もちろんピカピカな、つまり色違いやレアなポケモンと交換してくれそうですよね。私はワクワクしすぎて眠れなくなり、多くの人も同じく眠れていないと思います。でレイド期間中に私は15体ほどネズミ捕りで捕獲しておきましたので、今回は色違いピカチュウ15体を使って野良通信交換でレアなポケモンをゲットできるか検証していきたいと思います。はい、じゃあまず前回の動画で奇跡という名の事件が起きまして、私一人を知ってくださっている方がおそらく両親でレアなポケモンくださって、これはファン心理を利用したある種搾取に近いものもありましたので、今回はちゃんとね私の名前でないアカウントでやっていきます。ただ他のアカウントほぼ私の名前と同じような感じだったんで若干違うだけですけどね。で今回もまた私が欲しいと思った色違いを狙っていこうかなと思います。でさらにメルメタルとか、まあ、ザルードとかねの幻系のポケモンもね挑戦していきたいと思います。多分無理でしょうけどね、まあ、とりあえずやっていきましょう。頑張るぞい。で今ですね15時40分でございまして、この時間帯今までの経験上だとなかなかねいい時間帯でございまして、簡単に交換できるような時間帯でございますので、ひたすら頑張ってやっちょいましょう。 OK、 1人目見つかった。ちょっとバカしたな、今回別アカウントなんでちょっと個体値とか見れないですね。これちょっと残念だ、バカしたな。あー断られましたね早速。あードラパルト、いいなー。あーでも今気づきましたけど、このポケモンの親の名前が1人になってるわ。あマギアナいいなー、そりゃきついね。いやーきついな。うわーいいな、マーシャドウ。いやーマジか。おお、ああいいな。いやでも持ってんだよドラピオン。あ無理か。あいいな、突撃室。しかも本物だぞこれは。欲しい。きたー、おっしゃマジか。43きたよ、これめっちゃありがたい、普通に嬉しいね。しかもこれさ対戦とかで使うポケモンだからね、私対戦やってないけどね。きついなー、いやーきつい。おミュウちゃん、普通にいいね。ミュウくれ、いったらマジ、なんでなんでくれんのミュウ、やばいでしょ、どういうことこれ。え運良すぎでしょ、しかも本物っぽいっすよこれ。モンスターボールのミュウゲットしました。アキさんありがとうございます。2万個きつきつだよそれは。うわすげえいい色じゃん、かっけえ。うわキレムじゃん、あやっぱらすじゃん、いいじゃん、めっちゃいいの欲しい。よっしゃこれ地味に嬉しいぞ。日本産、今日日本産多いぞ、信頼できる個体めちゃめちゃ多いんだけど、普通に最高に嬉しいわ。よっしゃー、ハルクくんありがとうございます。ハルクくんだからこれ色緑ってことかな、だから。うわいいじゃん、めっちゃいいじゃん。あこれいけんじゃね、来い。うわ2体目交換してくれてありがとうハルクくん、しかもまた緑だし、やっぱハルクくん緑好きなのかな、まあ、勝手にくんつけちゃったけどね、ハルクさんっていう風に言うべきなのかもしれないけど、ハルクくんすげえわ、緑だけやっぱ色違いも統一してんだ緑で。2体目くれるとかやばすぎでしょ、思いっきり URL だよ。あー無理か、きついな、きついぞ。うわセルビーいいな、欲しいけど嫌だ。おーいいな、めっちゃ欲しい。うんーめちゃめちゃかっけえ、くれ。おーえー、くれんのマジマジかよ、ザルードくれって書いてあったから絶対くれないかと思って適当に押したら、うわマジか、交換してくれたわ。まあただバンギラスあんま色違いっぽく見えないのがちょっと残念なところだけどね、普通に嬉しいや。しかもこいつも日本産っていうね、今回日本産多すぎだわマジで、きついな。うわーいいけどきついな。おーいいな、ザルード2万個はきつきつだって本当に。おーおいいね、おいいな、無理か、きつ。あーいいな、あーいいな、わお小屋の森のやつだね。ほいくれんの、なんで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 くれんの、お小屋の森のセレビーじゃん。いいの、もらっちゃってきました、ちゃんと手に入れました。まあこれで2体持ってんだけどねすでに、でもこいついくら持っててもいいですから。いやーきついな。おーミュウツーじゃん、わーおーでもきついな。おーいいじゃん、しかも本物臭い、来い。オッケー来た、これは嬉しいね、まるっきり色違い来ました、可愛いしめちゃめちゃいいね。しかもこいつもまたおそらくちゃんと正規の日本産個体でございます。今回日本産パラダイスですね本当に。スルーしよっか。あミスった、やべやっちった、危な。あおジラーチ普通の色、いやきついよ。いいなジラーチ普通色、めっちゃいいじゃん。おおいいな、おおケルディオいいな、きっちー。こいつドットコム系以外見たことないんだけど。おおいいな、おおめっちゃいいじゃん色、毒タイプみたいな色してんなこいつ。おおいいじゃんいいじゃん、やばい顔してんな、真っ青すぎ。
いや来た嬉しい。こいつの色やばいでしょ、カビみたいな色してんじゃん、やばいでしょ。大丈夫か、これは普通に嬉しい。こいつも日本個体ですからね。いやーきついね。おおめっちゃいい色だな。おーおーかっこいいな色。あーきついな。おおめっちゃかっこいいね色違い。こいつうわミュウじゃん。無理か、きっついな。いやこいつでゼラオラ求めるのはさすがにかついわ。あー無理か。いやきつい。あー無理か、きついね。いやブラッキーちょっといいかな。いやきついね。いいね、赤いギャラドスめっちゃ多いな。きつい。いやさすがに無理か、持ってるんだよ。じゃん、あ無理か。いやこれでマーシャドウをくれっつうのはさすがにきついと思うよ。いいじゃんいいじゃん。きつい。オーレシラムか。うわきっちいきっちい。欲しい。おいいな。え可愛すぎでしょワルビアル顔。うわめっちゃいいじゃん。うわこいつ欲しい、超欲しい。頼むくれ。おっしゃー、こいつ一番欲しかった。超いいじゃんこいつ、最高だろ。マジ超欲しかったんだけど。めちゃめちゃいいじゃん顔、今までの色違いで一番いいじゃん。しかもこいつもちゃんと日本産で最高ですね。いやこれやばいわマジで、一番最高だわ。別のポケモンだよね本当に。うわーダメだきつい。まあゼラオラいいな。あーダメか。うわめっちゃ欲しい、かっこいい。ぼやけてる色違いですげえなこいつ。うわかっけー、しかも正規個体ばっかじゃんこの人、すげえな。あーできた、出てた、マジか、交換できたわ。絶対無理と思ってたの今まで、断られたから。しかも日本個体っていうね。よしありがとう、こいつめっちゃいいけじゃん。うわめっちゃすげえこの人、マジか、まだ持ってんの。交換できんのマジか、まあ、絶対できないと思ったのに、また交換してくれた。またちょっと待って、交換してくれる人現れちゃった、もしかして。マジかよ、しかも正規個体臭がめっちゃするんすよねこれ、日本産だし。もしかしてもっと交換してくれる。スターミー欲しいよはっきり言って。うわこの人すげえ、全部自分で捕まえてるやつじゃん。名前一緒だし交換、またいけた、やばい。ちょっと待って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 、これ搾取になっちゃってる。またやば、この人3体目くれたよ。しかもちゃんと日本産でリピボだから多分レイドでしょうね。それでいっぱい捕まえてんだろうなっていう感じですね。うわ優しい、マジかよ、ごめんなさいマークまでやってくれたし。あーきついね。わザルードいいな、違うね。おーいいけどダメだ。わハッサムいいな。わザマセンターか。おーライチューはいいや、でも来いワンちゃん来い。無理か。おーシルバディ、わーいいなこいつ。うんな、おいいじゃん。あ、色違いか一応。ちょっと怪しいこいつ。きついな。いやーダメか。マーシャドウとこいつは無理だろうさすがに。お、モンメンじゃん。いいじゃん。いけ。おい来たモンメン。そんな嬉しくはないけど、別に普通にこいつはねなかなかね嬉しいんじゃないかな。まあ、こいつは持っていないという点でいいし、日本産というね。こいつ色違いか。来い。あー来た来た。マジかこいつは普通に嬉しいね。そんなすげえ色違いっていう感じの色違いじゃないけど、まあまあまあいいでしょう。いやこの人2匹目交換してくれましたね。まあこいつは普通にいいでしょう。よしラスト1体だ、頑張れ。おーいいじゃん、何これ白黒写真みたいな。こいつ欲しいよ普通に。うわくれた、マジか、終わったわこれで。こいつめちゃめちゃいい色じゃないですか。この方も3体くれましたね。マジか、これ気づいちゃったかなまた私って。いや一応違う名前やってるから気づかないかなと思ったんだけど。はい、ということでカン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 終了しました。大体3時間ぐらいでね、交換全部できました。なかなか早かったんじゃないでしょうか。はい、まとめまして戦果はこんな感じでございます。今回もねまたミュウが手に入るというね奇跡が起きましたね。しかもセレビちゃんとお小屋の森のしかも日本産のやつが手に入るっていうね、マジかよっつう話なんですけど。でその他もほとんど日本産でね、そういう点においても今回の戦果かなりいいですねはっきり言って。あと私が大好きなのワルビアル、リージョンフォルムとかの違いぐらい違うんで、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。今回も何体かねくれた方いるんで、本当に奇跡のような方っているんだなっていう風に感じましたね。ということで検証結果、色違いピカチュウ15体を使って野良通信交換でレアなポケモンはめっちゃ手に入るでした。やっぱりピカチュウっていう定番なポケモンだからか、今回は幻も交換してくれたし、いい検証になったんじゃないかなと思います。やっぱピカチュウって人気なんすね。てか今回リージョンフォルム並みに見た目が違うワルビアルとか白黒写真風のキングラーとか面白い色違いが多かったんで、ピカチュウのおかげですっかりピカピカ中毒になってしまいました。